東京ディズニーシーの開業以来最大の開発となる新エリアファンタジースプリングスが来月のオープンを前に初めて報道陣に公開されました。あの代表的なシーンが今目の前で再現されています。まるで映画の世界に入ったような気分です。新アトラクションアナとエルサのフローズンジャーニーはボートに乗りながら名曲とともに映画のストーリーをたどる内容です。アトラクションの外には映画そのままの街並みが広がり、城の中で食事もできます。来月6日にオープンするファンタジースプリングスはアナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンを題材としています。新エリアへの入場にはパークの入場券とは別に無料または有料のアトラクション用のパスが必要になります。